い、沖縄チャンネルのヒートヤビン。アイサイ。中性シェフ。はずい。写真付きの名刺ははずい。お願いします。ということで、本日。何ですか大学の講義です。すみません、一人だけめちゃくちゃ間違い感がすごいんですけど、大丈夫ですか？だから俺、私の方が T シャツ派手なの。俺がだから、いる場なのかなっていうね。このテーブル付きの椅子座ったことない。初めて。赤ちゃんがご飯食べるときに見せたいと。偶然座った瞬間、ちょっと狭ってた。はい、ということで、はい、本日ですね、JICA で行われている沖縄日系社会研修の一環として、絹感投票面を教える講義を参加させていただいてます。いや、いいですね。よかったです。なんかあの受験みたいな感じじゃないですか。ちょっとだけ純選手っぽくなってきました。だからね。言ったら日系の方移民されてて、あと仏壇とか、あと東東面とか、はいはい、移民の時に、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとか持ってって、ブラジルだったりスペインだったりペルーだったりとかに、うん、愛はするけどやり方がわからないとか。これでも沖縄も共通じゃない。おばあちゃんから代々教えてもらってないと、うん、ちょっと分からないところもあるし、あの1日15日しか分からない。何やるんですか？あの果物を置く。絹缶に。その情報が当たってるかどうかも分からないですね。お家によって違うって言うけど、そもそも俺たち、おばあのところがどんな感じでやってるの分からないし。これうちら町じゃないですよね。そうですね。ちょっと始めそうなんで、じゃあ。そうですね。頑張って聞いてくださいよ。おはようございます。ご紹介いただきました稲田と言います。よろしくお願いします。Saben los títulos, ¿no? Hoy sobre las creencias y costumbres tradicionales de Okinawa. キヌカンとはですね、まあ、どのような神様かということをですね、まずお話をしたいと思いますが、火をですね、神として崇めるというのはですね、最も原始的な自然崇拝の一つで、古くから沖縄だけではなくて東洋でも西洋でもですね、まあ、世界各地で広く見られるものです。あとですね、自然崇拝ということで言えばですね、この火ですね、炎の火と沖縄の人は古くからこの太陽の火、これが似ているということで傘で合わせて太陽を信仰するというものが火ぬかん信仰につながったという考え方もあります。沖縄の人は古くからこの海の彼方ですね、未来かないと言いますけど、あると考えています。そこから登ってくる火というものと、この火というものを重ね合わせて、火ぬかんの信仰というのが、生まれてきたという一つの理由だというふうに考えられます。沖縄にもともとあった火ぬかんの信仰に、ある時期に中国のかまどの神様の信仰という、これが入ってきて、その要素が混ざり合ったものが沖縄の火ぬかんだというふうに考えられています。火の神様の、木の何のために拝んでいるかということを次はお話ししていきたい。一番目にはですね、一家の守り神、守護神という役割があります。二つ目にはですね、家族の健康であるとか安全、家族の出産とかですね、結婚とか、死亡とか、あとは先に言った入学とか引っ越しとかですね、報告をしたり、このように何かがあるときに拝むということもありますけれども、毎月ですね、旧暦の1日と15日にはですね、定期的に家族の健康とか安全とか、そういったことを祈願する習慣も多くの家庭で見られます。火ぬかんは、名前は火の神というふうに言ってるんですけど、火事にならないようにとか、そういうような火に関することをお願いするって人は、沖縄の一般の家庭で火の神を祀っている人にはほとんどいないです。聖地などに祀られている外にある火の神様、家庭以外の火の神様には、この溶廃機能だけがですね、持たされている火の神なんです。今風に言うとリモート機能みたいなことですけれども、沖縄の聖地にはですね、このかまどと関係ない火の神様というのがいくつも祀られている。それはもうこのリモート機能だけをですね、持っている火の神ですが、これも一つの例で、これは中城城跡の中にある火の神様です。首里城を拝むために、首里を拝むために、次にですね、実際に家庭でどのように今ですね、現在火の神が祀られているかということを見ていきたいと思います。まず、
古い伝統的な祭り方というものですが、昔はですね、火の神様は石を3つ置いて、これを火の神様として拝んで、なぜ石を3つ置くかということですけれども、この3つの石というのは古い時代のかまどの形を表しています。火の神はこの3つの石、3つのものということで日文というふうに呼ばれています。でコンロの近くに置くというのは、もともとかまどの神だった火の神がかまどがなくなったけれども、かまどの代わりにコンロが使われるようになったので、コンロの近くに置かれているということですね。最近ですね、特に火の神を祀る上でですね、よく見られる傾向は、この写真にもありますけど、白い道具を使って神様をお祭りするということですね。昔は白とか黒とか色の決まりはなかったみたいなんですけど、近年になってですね、それはユダとかですね、そういった霊能者の方の指導によって、火の神は白というふうにですね、固定化される傾向であります。これはですね、沖縄の人ならよく知っているメイクマンですけれども、これいかにも白い道具が沖縄では火の神の道具として一般化しているかというのを表していると思います。このような、広告物が、お店などにも貼られているということも、やっぱり火の神が沖縄では一般的な信仰の対象だということをよく表していると思います。そしてもう一つのですね、最近の傾向としては、若い世代の人々が火の神に対する関心が以前より高まっているということがあると思います。各家庭に祀られている火の神様は1年に1回ですね、年末年始にかけて天に昇る、そして、また降りてくるというふうに、考えられています。この天に昇る日と天から降りてくると考えられている日は、火の神にお供え物をしてお祭りをするんですけれども、各家庭でですね、祀られる火の神は、家族が1年間にやったことをですね、全部見守っていて、メモしているというふうに言われています。それをですね、年末、12月の24日に、天に昇って、天の神様に報告をするというふうに言われています。天に昇るときにですね、火の神様は自力で昇れないらしくてですね、はしごかけてあげないといけないらしい。この今画面に見えるのは線香が、7本立ってますけど、これがはしごですね。こう少しずつですね、なんていうんですか、時差で1本立てて、しばらく経ったら2本目、しばらく経ったら3本目というふうにして、7回ですね、この線香を立てることで、7回分の煙で、この、上に登れるというふうに考えています。家族の守り神なので、登りっぱなしだといけないですから、帰ってくるわけですけど、帰ってくる日にちはですね、沖縄ではですね、地域によって、家庭によっていくつか種類があります。戻ってくるときには、何も書いてない新品の帳簿をもらって降りてくるんですね。1月4日に帰ってきたら、1月1日はじゃあ拝まないのかっていうと、1月4日に帰ってくる家庭でも1月1日に火の神を拝んでいることがほとんどです。なぜ拝む、1月4日に帰ってきても1月1日に火の神を拝むのかっていうこと、拝めるのかっていうことなんですけど、沖縄の人はすごく面白いことを考えるなというふうに思うんですが、石3つあるので3人いるというふうに考える人がいて、3人のうち2人は天に昇って、1人留守番がいるから大丈夫とか、誰かいるから大丈夫というふうなことで処理をしている。3つの石は神様が3人いるんではなくて、かまどなので人数ではないんですけど、沖縄の人はこれをもう人数だと思っていて、いる人がいて、その証拠にこれですよ、お供え物も3つずつお供えする。火の神が何人いるかとかですね、あるいは沖縄の人がよく言うのが、火の神は男か女かということも皆さんよく聞かれます。性別に関しては沖縄の人は女の人と考えている人が結構いますね、多いですね。この理由は、台所で祀っているから、台所は女の人が主に使うところだから、そして女の人が火の神を拝むから。実は中国では全く逆で、男なんですね。で、理由は何かというと、中国の人の考え方もなかなか面白いなと思ったんですけど、台所には女の人がいて、そのかまどの神様だから、女の人がいるところに来そうなのは男だろう。ただこの
人数が3人じゃないかとか1人じゃないかとか、性別が男じゃないかとか女じゃないかとか、いろいろ考えるということは、沖縄の人がそれだけ日向神に対してすごく親しみを持っている、日常の中にも日向神様が身近にあるというようなことの表れだと思います。まあ、この日向神のお話ですね、一通りしてまいりましたけど、詳しくはこの本にも一番最初のところに日向神についているふうなものを書いてありますので、今日お話した内容と、また日常の祭り方とかですね、そういったことについて詳しく書いてありますの で, しです、ね、もっと詳しく知りたければこういったものを参考にしていただければなと思います。お供え物とかそういう、まあ、行事であるさ、これが忘れたりとかそういった場合とかでちょっと罪悪感があったりとか、でこれで、まあ、自分にはもうやる資格がないんだろうなって断念する人なんかもいると思うから、後からちょっとそういうのってどうなんですかねってちょっと聞きたいなと思って。全部旧暦の1日とか15日で、旧暦の12月24日だから、今の暦と違うから、そう、沖縄手帳って旧暦で全部書かれてるじゃん。それかそうだよなと思って、もう旧本もそうだけど、ね、両方入ってないと頭に。あと女性がなんか拝むものみたいなのもあるし、広がる、まあ、そうだ、なんか台所、まあ、日本の、ね、昔で言えば男子中高に入らずじゃないけど、なんか女性のイメージだよ。でイメージはそうなんで、一応それは必ずしもそうなのかっていうのも聞きたいし、まあ、でも勉強になりましたね、めっちゃリモートの機能があるっていうので、なんか証拠つけられてるのはすごい確かにちゃんと持ってく、報告されるんだ。はしごもすごいなと思ったんで、すごいな、うん、あれ、帰ってくる時はあのままなのかな小さい時に見たことあるんだよな、おばあけやってるの。それでは、2つ目のテーマ、トートーメについて、お話をしたいと思います。トートーメはですね、まあ、日本語では位牌というふうに言いますが、トートーメというのは沖縄の、まあ、方言ですね。これは旧盆、お盆にですね、祖先の位牌を拝んでいる子孫たちの写真ですけれども、位牌はこのようにですね、亡くなった人の霊を祀るために、子孫によって作られて、その過程で大切にお祭りをされるということになる。日本語では位牌というんですけども、沖縄では東東名と呼ばれることが多いようですね。この東東名という言葉は、この位牌、これ自体を指す言葉で本当はなくて、尊いものとかありがたいものという意味のことなんです、本当は。ですから、尊いものは位牌以外も尊名と昔は呼んだので、この月ですね、これも尊名というふうに呼ぶことがあります。沖縄のわらべ歌で、尊名祭、尊名という歌がありますけれども、群青真赤い面白い、尊名、尊名、あなたはどこに行くんですかという歌がありますけれども、あれは位牌ではないです、月のことです。位牌が動いたら怖いですから。沖縄で東東米を祀る習慣というのは、もともと沖縄の人が発明したものではなくて、日本からはですね、仏教式の位牌を祀る習慣が入ってきて、中国からは儒教式のですね、祭り方が入ってきて、沖縄でその両方が入ってきて、そして沖縄独自の発展を遂げたのが今の沖縄の東東米だというふうに考えています。一般の家庭ではですね、ほとんど位牌を祀る尊い目を家に置いて拝むということはなかったようですね。18世紀頃になると、首里の王府がですね、庶民に対して家で先祖の位牌を作って祀りなさいと指導するようになります。なかなか広まらなかったようで、王府が進めてるんですね。今沖縄県内に見られるような、どこの家でも亡くなった人がいたらこういった尊い目があるというような状況になるのは、おそらく近代以降、明治以降のことというふうに言われています。中にはですね、沖縄戦の後初めて尊い目を作ったというお家もありますし、今でもですね、仏壇はあって先祖は拝むけど尊い目はないよというお家もあります。こういったことを見てみるとですね、昔から尊い目は内なる人の心の拠り所ですよとよく言われるんですけど、ここでいう昔っていうのがですよ、首里とか中だったら600年とかぐらい、地方を除いていくと100年もしてないかもしれないというですね、かなり数百年の時代差があるだろうということが分かります。沖縄でですね、尊い目といったらこういうような幅がちょっと広くて、
札が赤くて札が取り外しできるというタイプのものが一般的に使われていると思います。位牌は基本的にはですね、日本でも中国でもこの一人用というのが基本の形です。一人なくなったら一本作るというのが、まあシンプルな作り方だと思います。ただこの一人一本の位牌はですね、まあ作るときはいいんですけど、問題はたくさん先祖が増えてくるとこのようにですね、スペースが取られていくという小スペースを測りたいと考えたんです、まあ、それで考え出されたのがこのタイプの沖縄の共同面なんですね。だから沖縄独特という意味で沖縄イーフェイという言い方もします。ブラジルから来られている方結構いらっしゃると思うので、これですね、これサンパウロの大仏堂という仏壇屋さんの、ものですけれども、はい、ここにありますよね、位牌が2種類ね。あとはまあ実際の内南主大会とかに来られた時に沖縄で位牌買っていかれる方も多いので、あの沖縄の仏壇屋さんに聞いたら内南主大会の時は結構忙しいですよというふうにおっしゃってました。札が取り外せるので並び替えをすることができますね。並び替えができるというのが重要で、古い順番、世代が古い、親よりはおじいさんが上、おじいさんよりはひいおじいさんが上というふうに並べていくんですけど、人の亡くなる順番って必ずしもその世代順ではないわけですよ。その時はまあ適当にある場所に入れておいて、親が亡くなったら位置をずらして親の方を上にしていくという必要があるんですよ。前がフロントが全部いっぱいになって、はい、それで後ろにもこの、うん、どうやって、うん、今の位牌はですね、等等面は札が二重になってるんですよ。これ表から見たらですね、18枚札あると思うんですけど、裏にももう一段重なってるんですね。だから後ろにどうやって入れるのかというところなんですけど、実は札が二重になるのはですね、最近のことなんです。入らなくなったら大きい位牌に作り替えてたと思うんですよ。仏壇がちっちゃくなったのと家がちっちゃくなったから位牌もちっちゃくしたくて、それで重ねるようになったんです。だから随分新しい問題なんですけど、ただどのようにして表に出すのか裏に入れるのかっていうのは、例えば子供とかは後ろとかですね、長男以外の人は後ろとかですね、表にはこの代々のこのお家の主人と奥さんとかが並ぶようにして入れ方などをしてますが、これも人によってもだいぶ違いがあります。この等々面について一番詳しく書いた本ですけれども、おばんの動物備え物事件という本にですね、等々面の普段の並び方とかですね、どのような種類があるかとか、今日お話ししたいのかというふうに書いてありますので、もしよろしければご参考になさってください、はい。それでは私のですね、今日の内容はこれで、一通り終了したいと思います。楽しいですかね。あ、はい、どうぞどうぞ。講義ありがとうございました。いえ、ありがとうございました。はい、切り替え早かったな。ごめんなさい、一回これを覚えてからちょっとやってみようと思って、うん、まあ、一回やったことあるんです、うん、だからこのお供え物とかが、うん、果物とか買いに行ったりとか、あ、その、まあ、時間がなかったり、うん、でこの個数とか、あ、こっちにはこのバナナあるけど、あ、あと一個ないなとか言って、他の方に行ったりとかして、もうこれは必ずこの1日、15日とか、うん、そのこれをやらないといけないよっていう時には、うん、もう時間がなくてもどうにかしてこうやってお供え物とかをやってから、うどうどうしたりとかしないといけないですか。というよりかは、これの時間を作ってやることで心の安らぎを得るものなんですよ。だから結構余裕が出るじゃないですか、はいはい、結構余裕が出るとバタ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 してるとやっぱり心が安定しないから、結局心の安定剤としてやるものだから、これがあるから血もわさわさ逆にするんだったら、うん、やっても本当は意味ないんじゃないかなと思うじゃないですか、はいはい、ただ今また逆になってきて、ちょっとやっぱり心の安定を得たい、なるほど、よりどころを持ちたいっていう人がやってるので、だからその人がやりたいと思うか思わないかが一番かかってると思う、はいはい、うんうん、これって先ほどその若い方がプレイとか、その心の拠り所が欲しいっていう方で、私埼玉から移住してて、言ったらそういう日向館とか全然信仰の中にはないんですけど、始めたいっていう方もこれがいるんですよ最近。信仰としては別に問題はないかもしれないけど、本当は今日はちょっとお話できなかったんだけど、本当は家の神なんで、あの実家から灰分けてくるんですよ。やっぱりそうですよね。なんかそうじゃないと結局ほら、あれって家の神、さっき一家の守護神って言ったじゃないですか。もともと
本家から親の元から分けてきてウコールに入れて作るものなんで、つまり新品で作ってゆかりがないと分けてくる元がないとか、だからこれ伝統的なやり方からしたらあんまりなんていうのかな、意味がないというか、そんなに意味がないんじゃないかなと。これはじゃあでも一回例えばその若い方、親もやってたけども肺もなくしてしまった、そういう信仰事もなくしてしまったけど、また私たちの代から復活させようっていうことも一応できはする、できはするんでしょうね。だからよくね、あの日向もおしまいたいって人もやっぱりいて、そういう人に私はもう言うのは、本当お子さんが継ぎたくないかどうかだけは聞いた方がいいよって言うんですよ。肺取るとこなくなるからって言って、だからもうしばらくやらないんだったら肺をなんかこのコールラップしてから袋に入れてかじめてみて、またやりたくなるかもしれないから出したらいいんじゃないかそんな感じでいいんですよ。完全なくしてしまったらまた立てるの大変なので、だからそれはどうかっていうのを聞くんですよ。だから何回もこのしまいたいっていう人に本当にいいの本当にいいのって聞きはするんですよ。あ、そう、心のその何か変化があった時に、あ、もうあれですよ、ネットの中でちょっと解約しようとしたらしょっちゅう何回も言ってたら同じいいんですか、いいですか、で一応聞かないと後からまた親はもう何て言うんですか、良かれと思って子供の負担になりたくないから片付けたよって言っても、突然なんか娘とか嫁が来てから、なんかやりたかったのに母ちゃんどこ持ってたのっていうことが泣きにしもあるやつだから、っていうことは。それとあと住所さん、さっきあのおっしゃってたほら例のお供え物の話、アリン3年ならウリン3年なら形通りやらなきゃいけないっていう、最近の人がリンゴもバナナもみかんもとか、はい、そんなやってました。だからやりすぎてるんだよ。考えてみたらですよ、昔のですよ、はい、春しかやってない人がですよ、リンゴもバナナもみかんも毎月2回買えないですよ。もうかんなちゃん、あちゃんの投資がとかで、うん、ちょまた店行かないならんで、ここでそのリンゴがそう、あれ道をしてたんでしょ、ラボカとかでしょ、あれじゃないですか、あれもやりすぎです、現代人がやりすぎてるんですよ。本当はもう本当に1日15日はやってもおぶく3つぐらいですよ。そうやったらちょっと楽になるでしょ。だから今の人がタコ足も壊しして増やしてるんですよ。あと昔の人は日向のお供え物は男が食べたらいけないって言ったわけ。そう、あのうぶくとか、はい、あれも女の食べるもので男が食べたらゆんたくなるよって言われた。食べた、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 食べ、普段男の人ばかりいいもの食べるでしょ、はい、女の人は米のご飯食べるっていうのが機会がなかったから、あんな理由つけたと思うんだけど、お芋の時代とかそうなるとうまいこと考えてると思う。ひぬかはやっぱり生活に身近な神様なんで、はいはい、いろんなこんなエピソードみたいなものとか、うん、話がついてますよ。もっと固い講義かなと思ってお話を伺ったら、やっぱ生活に密着してる。今日も固いですよ、かなり。あ、本当ですか。まだまだ翻訳してもらわないといけないので、これにあんまりずらすと今日も困ってたりでしたけど、残念ながら、あの、まあ、普段もやるときはもうもっとわけのから話ばっかりです。生活に、ね、密着してるから、うん、私でも、うん、なんか実家の県外との違いとかで面白かったりしたので、もともとはもうあれです、変な話しかしないです。リンゴとバナナとみかんのあんまりゆっくり聞きたいはできない話とか、ゆっくり聞きたいな、うん、ご飯その話もたくさんやりたいよって思って、またなんか機会があればぜひ、ね、もうこちらこそよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。なんか興味深いっていうか、あれでしたね、もともと考えないといけないなと思ってても考えるきっかけがなかったみたいな、だから今回こういうきっかけがあってよかったなと思って見た俺すごい、もうあんまり使わない頭使ったもんだから、もうちょっと違う人格、俺ずっとこんなしか見せてこんな集中したことないよ授業で、いろいろあるさ、この長男だったらとかさ、はいはい、そういうまあさ、わね長男着手みたいな、まあ、よき関係ない内部らしい、ご飯すんもちゅんや、わたうっとあ息がうやや、わむんごはんすんかい、中路はじえびいこと、はい、や、おねる関係らないないびらんばよ、うん、またはかのことあいびし、うん、あんすことなしことやいちなさいびしがいっぺんはまって、や、あのうやんちゃうことかんぎてからよ、うん、このちゃうことかんぎてからいかんねないびらんして、や、ということです。はい、まあでも本当に、まあ、今回ね、研修生は移民されてる方でブラジル、ペルーとか、うん、いろんな各国にも
あるってことだし、多分もう本当に多分さっき先生も言ってたけど、ね、今日話されたことはほんの一部、ひぬかん等々面で一部だし、まあ、今言ってたけどお墓のこともあるだろうし、うんうん、長男が次男がってなったらもう旧暦がってなったらだからさ、なんかもうお疲れ様です、もたい、あ長男お疲れ様です、長男になってだからよく言うよね、長男嫁やせってから、まあ、勉強になりました、勉強になったし、もっとなんか興味出てきて、まあ、中国の文化、日本の文化でいろんなことがあったので勉強になりました、面白かったです、ありがとうございます。はい、とはですね、この動画でゆうたさんの一目でチャンネル登録、アンサーに高評価ボタンに出されることにゲーサブラ、せーの、沖縄チャンネルしたいひゃー、疲れてるでしょ、音ありがとうございます。じゃあ、皆さん、無水を開催、うん、ね、ペルーナーハ市民会の前城哲夫やいめゆうたさんのことで、ちょっとよろしくお願いします。写真とフェイスブックで。